動画をご覧いただいてありがとうございます。韓国不参加決定を否定、日本招待しない方針というテーマで今日はお送りしていきたいと思います。なんか今日ですね、日本の自衛官海上自衛隊の開艦式のネタで、なんかテレコというか韓国と日本でなんかちょっと奇妙な報道がありましたので、ちょっとご紹介していきたいと思います。産経新聞の、記事によりますと、韓国国防省は24日、同省報道官がこの日午前の定例会見で、日本政府が来月14日に相模湾で実施する海上自衛隊の観艦式に、韓国海軍が行かないことに決まったと語った内容を訂正すると明らかにしたと。国防省は、日本側から観艦式の招待状を受け取っていないため現在まで決まったことはないと説明したと。こういう内容の、記事が、ありましたと。それに対してというか、これちょっと時間が前後してるんですけれども、どちらかというとこの産経新聞の、記事の方が後に出てるんですね。午後に、出ていました。午後というかもう夜ですね。19時21分配信ということでした。で、その前に、中央日報の記事を同じく、Yahoo ニュースが引用して、掲載していたんですけれども、見ていきましょう。日本海上自衛隊が、来月開かれる観艦式に韓国海軍を参加させないことを決めたと、読売新聞が24日報じた。読売は防衛省が近くこの事実を正式発表するとし、日本政府関係者の言葉を引用して伝えたと。報道によると関係者は韓国海軍は、昨年12月海事機に火器管制レーダーを照射した上、事実関係を認めず再発防止策も示していないとし、こうしたことなどを踏まえ、日本政府は韓国軍を観艦式に参加させるのは適切ではないと判断したと伝えたと。真っ当な判断かなと思います。火器管制レーダーはミサイルや航空機のように速い速度で動く目標物を探知して照準するために使われるレーダーだと。日本側の主張に対して韓国海軍は日本海上自衛隊哨戒機が低空威嚇飛行をしたためとしながら、加害者である、日本海上自衛隊が被害者を装って韓国軍に抗議していると反論したことがあると。これ有名な事件ですよね。はい。で、続いていきたいと思います。海上自衛隊は3年に一度友好国の艦艇を招待する観艦式を開いている。今年は翌月14日、神奈川相模湾で観艦式が開催されると。日本のイージス艦や駆逐艦、潜水艦など、多数の、艦船が参加し、米国や英国、オーストラリア、インドなど友好国の海軍と中国海軍も航行部隊として参加する予定だと。海上自衛隊は昨年10月、韓国海軍が開催した接種、国際観艦式に駆逐艦の派遣を計画していたが、韓国が戦犯機である旭日旗ではない日本の国旗と太極旗だけを掲揚するよう要求すると、これに反発して参加しなかったと。という事件があったようですね。いいんじゃないですかね、今回のね、日本海軍の日本海上自衛隊か、海上自衛隊の観艦式に韓国軍を参加させないというのは、真っ当な、判断だと思います。もしね、来たとしても、
来たとしてもっていうか招待状なんて送っちゃったらあれですよね、間違いなく旭日旗外せとかっていう騒ぎになることが目に見えていますし、まあ韓国さんもね、旭日旗バリバリのそんな海上自衛隊のセレモニーに参加したくないでしょうからね、なんでこれあれですね、参加不参加決定を否定したんでしょうね。別に否定することないのにね、招待状を受け取っていないため、まあ送ってないからですね、の前にこれ日本がもう招待しないことを決めたと報じてるわけですから、まあいいんじゃないですかね。来たくないし招待もされないということで、ウィンウィンだと思います。はい。でまあここであれですね、ちょっと最近ちょっと落ち着いてきたというか、あまり表に出てこなくなったこの旭日旗なんですけど、まあ、面白い記事がちょっと前なんですけどありましたので、ちょっとその辺ご紹介していきたいと思います。こちらの記事はですね、夕刊富士じゃないな、ポストセブンか、の記事だったんですけども、韓国旭日旗バッシングで朝日の社旗がスルーされる理由という、まあ、あのタイトルで、ありましたので、まあ、ちょっと目に留まったんで見てみたら結構面白かったのでご紹介していきたいと思います。韓国では旭日旗に少しでも似ているものを見つけると日本軍国主義の象徴だとして撤去せよと大騒ぎすると、海外のものでも抗議電話やメールが殺到すると ところがなぜ旭日旗にそっくりの朝日新聞の社旗に文句をつける韓国人はまずいない。その理由を韓国人ノンフィクションライターで、韓国反日フェイクの病理学の著者、が分析すると、韓国の旭日旗模様への批判は極めて変更している。似てもいないものに対し旭日旗模様と断定しバッシングに熱を上げることがあれば、誰の目にも明らかな旭日旗の模様であるのに何の批判もされずに話題にされていないケースもあると、あそこの社旗ですね、はい。でちょっと前にもありましたけど、韓国のどっかのあれですね、地域で、橋の模様が旭日旗っていうことで、かなりクレームの電話がかかってきたみたいなニュースもありましたよね、はい。で、まあ、ここで紹介されていたのが、韓国が過去にですね旭日旗の形だとして批判してきたデザイン、これがいろいろ紹介されていたので、ちょっとですねあの写真集めてきました。結構面白いんですよねこれが、はい。2014年アメリカのニューヨークブルックリンの壁に描かれていた絵ということで、それがこちらですと、旭日旗というか、ただの朝日ですよねこれね。これにフレーム入れてたんですね、さすがですね、はい。続いていきましょう。2012年ロンドン五輪における、体操日本代表チームのユニフォーム、はい、それがこちらです。ドン。まあ似てるっちゃ似てるかな、無理やり 見ようと思えば見れないことはないですね、はい。さすがです、はい。次がちょっとね私も探してみたんですけど似たのがあまりなかったんでとりあえず出してきたんですけど、2018年アディダスの T シャツ、はい、ドン。これ普通のアディダスの T シャツなんですけど、これを旭日旗だとフレームを言うってすごいセンスしてますよね、逆になんかなんでしょうね、どういう、まあいいや、はい。最後いきます。2018年日本航空の機内食の容器、はい、ドン。もうこうなってくると赤だけですよね。赤でちょっとこうなんか、
なんていうんですかね、この左上のあたりが朝日っぽいっていうね、うん、ところだけかなというふうに思います。まあさすが韓国さんのセンスは素晴らしいですね。はい。でちょっと記事の続きを見ていきたいと思うんですが、これらの写真を見て旭日旗を連想し問題だと声を上げるのは韓国だけではないだろうか。間違いなくそうですね。ほんの少し類似点があるだけでも旭日旗だと騒ぎ立てる韓国であるが、同じように旭日旗に似ているはずなのに何の反応も示さないデザインがあると。最もよく知られているのが朝日新聞社の社旗だと。うん、こういえばそうですね。あれモロですよね。朝日という社名に合わせて日の出を連想させる太陽とそこから伸びていく光をモチーフにしているが、今まで、韓国がクレームを爆発させたどのデザインよりも旭日旗に近いデザインではないか。だが朝日に対し戦犯旗を使用しているとか、軍国主義を賛美しているといった反応が起こったことはこれまでに聞いたことがないと。その理由は簡単である。朝日だからだ。どういう意味なんでしょうね。はい。朝日は韓国に友好的な記事を量産してきたメディアだと。日韓が対立する歴史外交問題について韓国に多くの配慮と友情を見せてくれた代表的な、親しいメディアであり、韓国では日本の良心的メディアと高く評価されている。うん、日本の良心的メディアというよりもほぼ韓国のメディアですよね。うん、ここで韓国が日本の良心と呼ぶ理由は実際の良心とはあまり関係ないと。うん、その理由もよくわかります。韓国の主張をそのまま受け入れ報じてくれるので良心と呼ばれるのであると。もし朝日が韓国の誤りや、問題について辛口の批判をしたりしたら、朝日であっても一日にして極右新聞と否定されるようになるだろうと。うん、一回そういう風になってみてほしいですけどね。まあ無理でしょうね、韓国の新聞ですから。はい。ということで、まあ海上自衛隊の観艦式に招待するしないっていうことで、韓国と日本でまあなんか結果的にあれですよね、まあ、韓国が参加しないことを否定したっていうのはちょっとなんか変な気がしますけど、日本が招待しないっていうのはもうすごく真っ当な、判断だと思いますので、まあ、そのままでいいと思いますし、ね、まして海上自衛隊といえば実技がパタパタはためいてますからね。それを日本の旗に変えろとか言われるぐらいだったら最初から招待しない方がいいでしょうし、うん、最後の、朝日新聞の旗は確かに思えばそうですよね。あれを見たらどっちかっていうと完全に極右新聞と言われてもおかしくない旗なんですが、なぜだか韓国はこれに対して何も反応しないということで、まあ自分たちの何て言うんですかね、勝手な判断というか、まあ、そういう思いだけで、まあ、突っ走っているということではないでしょうか。はい。まあ、その辺皆さんはどういうふうに思われたでしょうか。まあ、その辺またコメントの方に書き込んでいただけると嬉しいなと思います。ということで今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのか、コメント、どしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ベルのマークのクリックもお忘れなくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。